俳優の伊藤健太郎27が突如所属事務所を退所した。関係者からは不義理すぎるという声が出ているが実は金銭トラブルも発生していた。写真を見るムキムキの美ボディを公開現在の伊藤健太郎の姿。アスタリスクアスタリスクアスタリスク。伊藤といえば2020年10月に起こしたひき逃げ事件を思い出す方も多いだろう。 彼は舞台の稽古後、ショッピングに行くため自家用車を運転していた際、東京と渋谷区の交差点で二人乗りのバイクと接触し、転倒させてしまいました。この時、車を運転したまま百数十メートル進んでから現場に戻ったことで、ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのです。社会部記者。その後、被害者二人との間で事断を成立させ、ひき逃げは嫌疑不十分の不起訴処分となったが、 逮捕された時点で芸能活動を停止、スポンサーやテレビ局から医薬金を請求され、21年5月まで謹慎生活を送ったのです。当時、売れ始めて天狗になっており、素行不良だったというエピソードも報じられ、完全に信用を失ってしまいました、スポーツ指揮者。謹慎中の生活費まで渡していた。だが、所属事務所、イマージュエンターテインメントは、 彼を全面的にバックアップした。弁護士を雇い、医薬金を肩代わりし、関係者総出でお詫び案略し、果ては謹慎中の生活費まで渡していたそうです。伊藤が起こした事件は、あくまでプライベートにおける個人的な過失でした。本来であれば、事務所が負うべき責任はありませんでした。にもかかわらず、彼の才能を高く評価していたイマージュは、 復帰を見据えて何から何まで面倒を見てあげたのです。どう返済プランは白紙。伊藤は謹慎が明けた21年6月以降、引き続き事務所の手厚いサポートを受けながら、順調に仕事復帰を果たしていった。最初は映画や舞台からでしたが、今年春の連続ドラマ、街並み照らす奴ら、日本テレビ系、で地上波復帰を果たしました。現在放送中の NHK 隊が 光る君への追加キャストにも抜擢され、撮影中とのことです。昨年頃から家賃50万円の高級マンションに引っ越し、かつてのスターらしい生活を取り戻しつつあります。ドラマ関係者。そんな矢先の今月10日、彼は突如としてイマージュを退所したのだ。猿芸能プロの幹部はこういう、完全復活のめどが立った途端に、 関係者やファンに何の説明もなく事務所を出ていく彼に対して、芸能界では、不義理すぎやしないか、という声が高まっています。さらに困ったことに、伊藤には違約金の支払いが2億数千万円残っており、退所後の全事務所への返済プランも白紙だというのです。イマージュは、退所そのものは引き止めなかったようですが、立て替えている違約金の返済については、 どうするのか弁護士を通して彼に問い合わせ中だと言います。しかし彼は一切回答をしないまま、後ろ足で砂をかけるように事務所を去っていったそうです。どうこうした状況を知ってかしらでか、今月13日、伊藤さんが出演する映画、静かなるドンに前編の舞台挨拶が行われました。その際、多くのファッションブランドが彼への衣装提供に NG を出したと言います。 アパレル関係者